女性の悩みを解決、神業整形チェンジ。今回は写真を加工しなくても理想の形を叶える鼻整形。かわいい。すごいですねこれは。しかし実は手術の中でも最も難易度が高いと言われている鼻整形。美しい鼻に生まれ変われるかはドクターの腕次第。そんな鼻整形において業界トップクラスと呼び声が高いのがリッツ美容外科。リッツ美容外科、そこを率いているのが、お恥ずかしい話、何の趣味もないんですね。24時間美容外科の手術のことを考えたり患者さんのことを考えてるんで、ある意味美容バカ、美容外科バカ。リッツ美容外科東京院院長、広日俊嗣ドクター。この道30年の大ベテラン。2000年にリッツ美容外科を開設。オールジャンルを得意とするが、中でも鼻整形に関してはエキスパート。鼻整形の主義をまとめた書籍は多くのドクターのバイブルとなっている。いわゆる美容整形しましたよねっていうお顔はあんまり作りたくはないんですね。あの自然な中での美しさっていうのを求めてるんで。果たして広日ドクターはどんな神業を見せてくれるのか。ということでリッツ美容外科東京院院長広日ドクター、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。いや、井川先生、リッツ美容外科っていうのはやっぱ鼻整形で有名なんですか。いや、もう鼻に限らずなんですけれども、はい、もう何年も日本のトップのクリニックなので。いや、奈々さん、今回のテーマが鼻整形ということなんですけど、私鼻やりたい。鼻やりたいの。私鼻やりたい。やりたいけどさ、私結構体張る仕事が多くて、そう、鼻フックとか、そう、パンストとか、パンストね、パンストズボンとかやるんで、ちょっとそれにも対応できる、ちょっと整形知りたいなって。どっちかというと鼻の強化したい。そうそう、ね、鼻の強化ね。鼻の強化。先生、そういう整形ってあるんですか。鼻強度上げるみたいな。ないです。女性の悩みを解決、神業整形チェンジ。はい、どうぞ。はい、お入りください。はい、こんにちは。今回広日ドクターを頼ってやってきたのは、どこを治したくて手術をやろうと思ったのか、そこ最初に聞かせていただいてよろしいですか。はい、一番に考えてるのは、はい、鼻を治したいなと。はいはい。鼻はどういう風に気になってますかね。鼻は全体のバランス見てなんか小さいなって思うから。小さくて低い鼻に悩んでいるという宮崎さん26歳。さらに彼女には今時女子ならではの悩みが。 SNS に写真あげることが多くて、でそれの加工した写真と現実のギャップを減らすために、なんか直すぐらいだったら自分の素元を良くしようって思ったのも理由の一つです。わかるよ。そうか、うん、わかるよ。加工しだしちゃうとね。実際に彼女の SNS を見てみると、めちゃめちゃかわいい。どの写真もかなり加工が施されている。正直言うとやっぱ鼻は低いですよね。かなり額は結構しっかり、女性としてはしっかりしてる方。あと、口元がちょっとやっぱり少しここですねが出てるんで、やっぱり相対的にやっぱ鼻がすごく小さく見えるんで、ご本人が一番気にされてることが、私も一番そこを直したいなという気がします。今回彼女がオーダーした花の形は、宮崎さんが一番お気に入りのこの加工花。果たして広日ドクターはどんな神業で加工いらずの花を作り出すのか。いや、広日ドクターね、加工したような花にしたいという方多いんですか。そうですね、ご自身の写真を加工してくる方もいらっしゃいますし、はい、憧れの芸能人の方を持ってこられる方もいますし、ただ具体的に見せていただくのは非常にありがたいですね。こうなりたいっていうのが一番知りたいんで。あ、なるほど。先生もその写真があった方が、はい、もう非常にそういうのがありがたいです。ありがたいですか、はい、ちなみに奈々ちゃんはどう、写真を例えば SNS アップするときに、はい、加工してますか。いや、加工あんまりしてない方だと思うんですよね。あ、うん、まあ、これもちろん無加工ですよね。
なんかすごいあのハートも素敵だしね、がっつりやってますね。いやめちゃめちゃ、ね、そういうこと言わないで。こういうふうになりたい。なりたいだからね、彼女の気持ちがすごくわかります。あ、わかる。すごい あの加工した顔になりたいってすごく思うんですよ、うん、これね。そう、先生から見たら無茶な要望ではない。あ、この方は全然無理じゃないですか。あ、すごいね。ちょっと楽しみですね、これ楽しみ。見たい。見たいですね。見たい。この後、ヒロヒドクターの神業で加工いらずの美しい花に生まれ変わる。まず取り掛かったのは鼻ではなく胸元の切開、そこから何かを取り出している。これは一体？肋軟骨と耳の軟骨で鼻中隔延長術という手術ですね。鼻の高さを出す鼻中隔延長、肋軟骨や耳の軟骨を取り出し、え、これ聞いたことない。鼻の高さや角度を変えるという手術。取り出した軟骨はただ入れるのではなく、これが鼻の土台になるっていう。そうですね。水の中に浸しておくとワーピングしてこう反っちゃうやつがあるんですよ、はい、できれば反らないやつを使いたい。何それ。切り出した軟骨を鼻の軟骨で挟んで土台にするのだが、入れた後で曲がらない軟骨かを調べるため水に入れてチェック。軟骨って反ったりするんだね。そして土台となる軟骨の位置を定めていく。今これをどっちの方向に固定するか、はい、こういう方向に固定するのかこういう方向に固定するのかで形よいかどうかはそこが一番差が出るところだと。仮の位置を決めたら、実際に鼻の皮膚をかぶせて高さや鼻先の向きを確認。すごい。この工程を納得がいくまで何度も繰り返す。さらにトップの位置はもう女性は下がりすぎぐらいの感じなんですね。今ここに入れて上向き方向に持っていくんでこのくらいでいいかなと。細く切った軟骨を鼻下に。それで少し上向くようになるんです。ここが出たんだ。へー。鼻下に角度をつけることで陣中が短くなり鼻が上向きに見えるのだという。そうなんだ。続いて写真アプリで加工しなくても鼻先の高さを出すため耳から取った軟骨を先端に。ちょっと高いからさすがに。でもこの反り方からするとやっぱり1枚取ってもいいかな。俺は取ろう。取る。あ、1ミリの軟骨のありなしが美しさに直結。妥協を許さないヒロヒドクター。最後にプロテーゼを入れ鼻筋を整えれば。こんなもんだね。え、すごい綺麗じゃない？ね、ナチュラルの中の 最高の高さぐらいじゃないですか。うちこれがいい。この鼻がいい。そうね。通常の鼻整形はここで終わりだが、ヒロヒドクターは加工いらずの美しい鼻を作るため驚きの行動に。何やるの？ザ・神業。何やるの？手にメスを持ち、なんと口元を切開し始めた。え？一体どういうことなのか。なんでなんでなんで。この流れ、正面からの流れを少しここシャープにしたいなというのと、横側で見た時このちょっと口元の突出をカモフラージュしたいなという目的で結構小さめのシリコンインプラントを入れます。へー、はい、ヒロヒドクターが気になったのは宮崎さんの横顔、うん、口元が前に出ているため鼻を高くしても目立ちにくい。そこで顎先にプロテーゼを入れて口の存在感を消すのだという。そのためにリッツでは、これ本人ので、このこれからデータを抽出して 3D プリンターでこれを作ってる。すごい。なんと 3D プリンターで本人の骨格を作成。はあ。骨格まで作ってシミュレーションするからこそ本人に合ったオーダーメイド整形が可能に。うわー、すげー現代の技術だこれ。ご覧のように顎の骨って少しこうデコボコしてて、骨削ってフィッティングを良くしてから入れるっていうことなんで。
あの顎の場合は肉が厚いんで、ご覧のように入れてももう判断できないです。さらにより理想の顔に近づけるため、二重切開や頬のもたつきを解消するバッカルファット除去、糸リフトなどを行いオペ終了。果たしてヒロヒドクターは加工いらずの鼻に生まれ変わらせることができたのか。神業整形チェンジ。すごい、あら、かわいい、かわいい、すごい、いやすごい、かわいい。いやこれ今画像だけ見てると、その加工した写真に見えるね。見える。え、マジでかわいい、かわいい。横から見てもすっごく自然でかわいいの。鼻って重要ですね。鼻って重要ですね。いや本当に本当に。実際にどうですか、やってみていかがでしたか。ゴリゴリ加工してたんですけど、今ではもうノーマルカメラで撮るようになりました。すごい、加工なし、もうリアルの自分の写真を撮ってるんだ。そうです。気に入ってますか。え、めっちゃ気に入ってます。めっちゃ気に入ってる。いや嬉しいね。あの井川先生いかがでしたか。まあ、なかなかね 3D プリンターをクリニック内に持ってるって時点でかなりマニアックさが分かると思うんですけれども、普通はなかなかないですね。普通はなかなか、はい。ヒロヒ先生って骨を扱う手術も日頃されてる先生なんですよ、はい、だからこそお鼻のバランスに合わせた顎の輪郭のご提案をされてると、はい、だってこうパッと見てお顔はちっちゃく見えますもんね。今ね見える小顔モデルさんみたいな。実際どうですか、周りからの反応とかはいかがですか。人前に出るお仕事もしてるんですけど、はいはい、そのお客さんとかから褒めてもらえることも多くなりました。あ、ちなみにそのお仕事って聞いてもいいですか。はい、なんかコンセプトカフェで働いてるんですけど。コンカフェってやつね、はい、うん、私が着てるコスチュームはなんかチアガールみたいな、それっていうのは行ったら応援してくれるんですか。あ、します。せっかくなのでコンカフェ未経験だという鈴木奈々にエールを送ってもらう。彼氏とか欲しいんですよ、恋人欲しいんですけど、あの自分にちょっと自信がないんですよね今。レッツゴーナナさん、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 そのままでも可愛いよ。いやー、ありがとうございます。いやいや、一気しなくていいのよ。これ嬉しいですね。これ通うわ。元気もらった、元気もらう。いや、ありがとうございます。ヒロヒ先生ご存知でした、こういうことをされてるって。いや、初めて。加工いらずの理想の花に生まれ変わる。あなたも神業チェンジしてみませんか。